やっぱりずっと家にこもっていたので、たくさんの人の前でおしゃべりをするっていうのがちょっと緊張しますよね。いきますよ。はい、どうぞ。じゃん、うん、頼れるものには頼る。大事大事。もうこれはもう健康もそうですし、もう私生活でもそうですし、もう育児ってやっぱ一人じゃできないので、育児の中にもやっぱり料理をしなきゃいけない時間だったりとか、それこそミルクをあげる時間とかもいろんな時間がある中で、やっぱり人に頼ることをなんだろう、ダメなことだと思わずに、やっぱり家の中でのお母さんとかお父さんの気持ちの浮き沈みとかって、お子さん、子供たちが一番敏感に感じ取るところだと思うので、もううちは何があっても、どんなことがあっても常に笑顔で、よくあのひーぼーくんが、ひーぼーくんって呼んでるんですけど、本当の方、あのご主人の方ですね。そうなんです。ちーぼーちゃんって呼ばれてるんですけど、いいですか。かわいい。ちーぼーちゃんは家の中の太陽だから、ちーぼーちゃんが怒ってたらもう子供たちが沈んじゃうから、もういつでもキラキラいてねっていうのは言われてるので、はい、もうここは頼るものに頼って、うん、もう私と夫は太陽のように家族を照らせたらなと思ってます、うん、はい、あー素敵です。ご主人さんの様子、最近なんか元気ないとかそういうことはないですか。そうですね、主人は変わらず、あの今日もママチャリに乗って次女を幼稚園まで送ってくれました。元気に自転車を漕いでます。はい、旦那さん形状変えてこれから多分活動されていくと思うんですけど、こちら応援とかありますか。はい、そうですね、あのどんな形であれ夫は変わりないので、あの私は今は太陽のように照らして支えてあげたいなと思ってます、はい。